はいでは今日はですねえっ、ー、と否定形の練習をしたいと思います否定形というのはですねえっ、ー、とまあ何々しないとかまあそういうような形の、まあ、言葉の変化ですね何々をスルーではなくてしない例えばですねまあ火事の時のまあ標語といいますか有名な標語で押さない書けない喋らないまあこんな感じでですね押すかける喋るのこの後ろの方に ないをつけて、ま、語塔を少し変化させて、こう、形成するんですね。例えば何でしょうね。うん、諦めない。いい言葉ですね。諦める。諦めない。しかし諦めないことが時に死を招きます。見る。見ない。見る。見ない。まあ、ここで見らないという風うにならないようにですね。 なぜならないのかというと、まあそれは難しいんですけれども、見るの場合は見ないです。えー、他にはですね、まあ、働く、働かない。働く、働かないとかですね。これは、空がちょっとカーに変わって、その後ないがつくという。働かないですからね。まあこの辺の変化が少し難しいですけれどもね。まあ覚えると同時にですね、頭で覚えるのと同時に、たくさん練習して、口が覚えるようなね、 そういうような取り組みをしてくださいね。例えばですね、他には、まあ、カタカナ、カタカナイとかですね、まあ、ひらがな、ひらがないとか、まあ、こういうのもありますね。これは簡単ですね。あとは、まあ、皆さんよく聞くと思いますけど、例えば、名前で中村なんてのもありますけれどもね、中村、中村内とかですね、例えば、中村のりひろですとですね、中村内、のりひらない、まあ、こういうふうに活用いたします。 ただ注意していただきたいのは、例えば、片岡鶴太郎。こ、これですと、片岡ないつらたらないです。この、つらたらない、つる太郎は、らたらないというふうにね、活用いたします。これはまあ多分、後ろのたにこう、引きずられて、えー、るがらになるんですね。だから、片岡ないつらたらないとなりますね。まあ、他に言ったら、ま、例えば、断る、断らない。断る、断らない。いい言葉ですね。 しかし、断らないことが時に戦争を呼び寄せます。まあ、続いて、例えば、突き詰めないとかですね。突き詰める、突き詰めない。突き詰めない、厭わない。厭わない、轟かない。これはリズムが大事です。たくさん練習してると、口が自然にこう楽な形に開いていきます。まあ、あとですね、例えばじゃあ、こういう風に練習してみましょう。キャバクラ。 キャバクる時キャバクればキャバレキャバクらないキャバきますキャバクりません勝つまではいい言葉ですねしかしキャバクらないことが時に敗北を意味しますこういうふうに練習していると口が覚えていきますキャラメルキャラメル時キャラメればキャラメレキャラメらないキャラメりますチャルメルチャルメル時チャルメれば、チャルメレチャルメらないチャルメります ま、先生ぐらいのレベルになってくると、こういう練習もできます。キャバクル、キャラメルとき、キャラメれば、チャルメレ、チャルメラない、キャバクります。キャバクル、キャラメル、キャルクレ、チャルメ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 レ、ャルクレ、チャルメレ、チャルチャルメレ、チャルメレ、チャルメレ、チャルチャルメャルメレ、チ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 ャルチャルメレ、チャルチャルメレ、キャルクャルチャルメャルメレ、チャルメレ、チャルャルメレ、チャルメレ、チャルチャルメレ、チャルチャルメレ、チャル ま、次回はですね、次のページのサイモラないガファラナイから解説していきます。今日はここまで。